来たな、これ。これもいいと思うな。うん、それがいい、それがいいよ。よーし、今日もやるか、サマースイートハート。平成ヒッピーです。服を着替える。おっと？見ちゃダメ。いや、だからどういうイベントなんだ。覗き見。お、期待できるタイトル。今度は気をつけろよ。私は悪くない、壁が硬すぎ。だからなんだそのイベントは。今日俺を覗き見ていた。あーの、俺を覗いてて頭をぶつけたんだ。全然その意図が伝わってこなかったぞ。そんなことしてないよ。してなかった。ずっとこっそり俺を見てるのは俺が好きだから。めっちゃ下がるじゃん。考えすぎよ。待った、今までの20年間どうやって生きてきたんだ。どういうことだ。あ、てか20歳なの。あ、20歳なの。あ、大学生なのか。なんで上がるんだ。普通に生きてきたわよ。恋愛シミュレーション、また見てるな。相変わらずエロい格好してるな。もう服装だけは100点だ。なんだ。何？冷たいな。漫画の主人公は決まったけど、でもね、主人公とヒロインの恋愛感がどうしても描けないの。動きが違ったり表情が違ったり。だから疑似恋愛でカップル体験をできる人が欲しいんだけど、手伝ってもらえない？うん、まあそういうことなら喜んで付き合おう。いいよ。うん。みーちゃん、疑似カップルって何をするの？うん、カップルがするべきことをする。おっと、これはカップがよくするのはデートだよね。明日してみる？デートはな、もう10回ぐらいしてるけどな。うん、いいよ。でもどこでデートしたらいいの？なら彼女としての務めを果たすべきじゃ。ほら、中。めちゃめちゃ下がった。ペッペ変態。自分とキスしてなさい。ペッペって可愛いな。手をつなぐ。おはよう。あ、なんか今日はちょっと可愛く見えるぞ。朝食を買いに行くけど一緒に行く？行く。カップルなんだから一緒に買うのが当然でしょ。あ、もうカップルとして過ごしてんだ。いや、シュールな終わり方。やっぱり喫茶店とか遊園地に行くのがデートじゃない？恋愛ってのは2人で何をするかで、場所じゃない気がする。あ、なんかかっこいいこと言ってる。めっちゃ上がる。うん、一理ある。ちょっと考えてみる。すごい刺さったな。当ててみて、誰の手。うわー、すっげー匂わせる SNS するじゃん。嫌われるぞ。あの、ニノの奥さんみたいに嫌われるぞ。私たちとてもお似合いですね。チロン。チロン、私が撮った写真ですから。藤崎琴葉。ネットでコピーした写真だけで4月バカおめでとう。どういうこと？熱い。いたんだ、いてくれてよかった。何をしてるんだ。やめろ、その何の意味があるのかよくわかんないイベントやめろ。で、何してたんだろう。
体に水かけてたな。やる？やるかな？暑い時やる？あれ。みゆ、今日は何しに行ったんだ？そんなに暑がってるなんて。編集に新しい漫画のことで呼ばれたの。あ、そうだったんだ。私の彼氏になるのも悪くないわよ。どう？またお姉になってるな、俺。下がった。やめとくよ。考えたことがないから。花より団子みたいなやつを書くのか？あ、一応団子が男子じゃなくて本当の団子になってるから大丈夫なのかな。あ、下がった。ごめん。他の人の作品みたいに言ってごめん。そんなの書かないわよ。つまらないわ。もっと奇想天外なストーリーにする。おい、ディスるな。花より団子ディスるな。今日はどうしてこんなに暑いんですか？ちょっと出かけて、もう少しで熱中症になっちゃう。成宮聡、あとはできるだけ外出しない方がいいと思います。どうせ出かける必要はないから。めちゃくちゃ失礼だな、こいつ。街の中の大型ショッピング街。やっほー！こんにちは。なんかキャラ変わったな。あと服を着替えさせてきました。何かのイベントかな？来た？行こう。行ってみよう。おー、なんか、際どいな、その服。カップルスナップ大会か。カップルでツーショット写真を撮ってグランプリを選ぶのね。またお姉になってるぞ。俺参加する？カップルじゃないだろ。ちょっと臨時の彼氏にしてあげる。拒否は認めないからね。わかった、参加しよう。スナップ、あー、容姿能力テスト。わー、1位よ。あなたってほんとかっこいい。めちゃめちゃ上がった。みちゃんが綺麗だから勝てたんだよ。引き続きショッピングしよう。まだ欲しい服を買えてないわ。うん、キス始めるね。あ、これはオープニングのところだ。オープニングムービーのやつだ。こういう体勢でのキス好き？まあ好きって言うとこう、こういう体勢でのキス、うん。漫画ではこう書くの。なんだそれは。何？あ、なんだ漫画かよ。てっきりキスできるのかと思ったぜ。てへみたいな、そういうオチなのかな。みーちゃんゆっくりって言ってたのに結局いきなりキスだし。ちょっとよくわかんないけど、立ってこのシチュエーションを書かないといけないの。わー、全部下がるやつだ。こんな恋愛順番おかしくないか。上がった。本当に恋愛してるわけじゃないんだし、漫画のシナリオ通りに試してみるだけでいいの。俺みたいなイケメンがキスさせてあげるんだから喜ぶべきじゃない？あー、絶対下がるなこれ。でもこれ言いたいな。下がった。プハ、なんならありがたき幸せとかって言った方がいい？うん。ルームメイトによってもう一つ漫画の中のキスポーズを決めた。あ、これ絶対成宮聡が嫉妬するやつ。あ、成宮聡コメントしてないな。夏美ちゃんの専属モデルになりましたね。まあこれが好感度は上がるんだろうけど、私とキスしてどうにしたい。下がった。キス本当にしたのかな。なんかしたふりっぽい感じだったけど、まあしたんだろうな。別に真剣にアクションのことを考えてます。ドライ、着替える。この服どう？漫画のヒロインの服を考えてたんだけど、アドバイスちょうだい。ちょっとヒロインの服にしては普通すぎるぞ。何着か着替えてみるね。お、エロい。これは？うん、それにしよう。似合う。いいと思う。そう、他のも試してみたいからもう一着着替えてくる。あはは来たなこれ。これもいいと思うな。うん、それがいい、それがいいよ。もうなんだ、すごいぞそれ。
いい。デートイベントだ。両親は暮らしやすいように家を買った。俺の両親がってことかな。最近なんだか怪しくない？ずっとコソコソしているあの郵便物をずっと見てるし。偉大なる夏美様の長き勲章のおかげで俺は出版社に絵を送ったんだ。今日返事がもらえるはず。ん？俺も絵を送ったの？出版社に？楽しかったね。うわ、楽しみね。うん、メールが来たかどうかを見てみるよ。メール確認中。あ、出た、その服。あのイラスト出版社は OK 出したの？いつの間に俺はイラストレーターになったんだ。うん、通知が来た。次号の雑誌に載るって。君は私のおかげでこれからどんどん上手になるね。その音声が途切れ途切れなんのやめろ。スープの鶏ガラスープ初めて作ったのよ。ご褒美に飲んでみて。どんなご褒美だ。いいけど、嬉しいけど。謎のイベント、まあ謎じゃないイベントの方が少ないけどな。うわ、めちゃくちゃエロい写真 SNS にアップしてる。漫画の女主役の服をデザインしてますが、みんなはどう思いますか？これは間違いなくいいね。全部とても綺麗で、あなたの目はずっと高いです。わからない、どういうことだ。アイス。いたんだ。アイスを2つ買ったの。ほら、1つあげる。アイスっていうかあれだな、ソフトクリームだな。めちゃめちゃ溶けてるな。まあ夏だからしょうがないな。いい加減にしろ。ブブはアイスクリーム好きかな。なんだブブって、よくわかんないけどこれにしてみよう。何ブブって、あだ名、ニックネームか。犬ってアイスクリーム食べれるの？あー、これまた犬が出てくるんだな。その犬の名前がブブなんだな。ネタバレやめろ。何味のアイスが好き？優しい、いちごのが好き。何が優しいんだ？優しいいちごが好きなのか。こうやっていいものだよ。体にいいし、調理方法も豊富だし。何の話だ。なんでゴーヤーの話してんだ。でも苦すぎるよ。突っ込んでくれ、夏美。待つ。おかえり。もうこんな時間よ。うん、ちょっと会って遅くなった。これから遅くなるときは言ってね。ずっと待ってたの。お、待っててくれたの、わざわざ。わかった、これからそうする。悪い心配させて。なんだそのイベントは。起承転結をつけろ。待ってくれるのは嬉しいけど、でも心配だから早く寝て。あ、これ100点の回答だな。6点だった。そう思うならこれから早く帰ってきてね。うん、気をつけます。その不安がまた来た。なんだそれは。これは成宮聡しかいいねしてないから、いいねしちゃいけないやつ。今日用事があるので帰るのが遅くなります。お待たせしてすみません。めちゃくちゃかしこまってるな。最後まで頑張る。最近ずっと帰り遅いよね。いつもずっと待ってるんだけど。すげえ、なんかもう熟年夫婦みたいな会話してる。ちょっと同僚にいろいろあって。好きで待ってるの。寝れるわけないじゃない。分かってるくせに。あ、ちょっと可愛いこと言ってる。全世界で喜んで待たせるのは家族だけです。わけがわからない。ルームメイトだけだ思いますから、家族ってちょっとね。もう全然わからない。下がった。もうわからん。チャンネル登録よろしくにゃん。